よりね。それにしてもみんな遅い。来てるのが自分一人ってどういうこと。約束の時間は10時だよ。もう9時半じゃない。さすがにまだちょっと早いか。いやいやいや、早くない。30分前に来ちゃうくらい当たり前よ。だってバーベキューだよ。楽しみなはずでしょ。まさか楽しみにしてるの自分だけ。そういうことなの。みんな本当は乗り気じゃないの。そんな、そんなバカな。マイカちゃん、どうしたの？春菜、会いたかった。なんかすごい負のオーラが出てるよ。一人で待ってたらいろいろ考えちゃって。ずいぶん早いね。何時から待ってるの？9時くらいかな。1時間前からいるの？だってバーベキューやろうって言い出したの自分だし、みんなより早く行かなきゃって思って。じゃあもっと早く来ればよかったね。実はわざとゆっくり来たの。わざとゆっくり？どうして？なんか恥ずかしいっていうか。だってすごく張り切ってるみたいでしょ。実際すごく張り切ってるんだけどね。今日のことすっごく楽しみにしてたの。春菜、あんたってば本当いい子。え、どうしたの？実はちょっと心配してたの。みんなあんま乗り気じゃないのかもって。バーベキューのこと？みんな楽しみにしてるよ。だったらどうして自分と春菜しかいないの？ほのかと志保はどうしたの？それは、ほら、集合時間の10時まであと15分あるし。私みたいにわざとギリギリに来るのかも。だったらいいけどさ。まさか寝坊してないよね？大丈夫だと思う。駅に集合じゃない方が良かったかな。寮からみんなで来た方が良かった。でも私は駅集合って好きだけど、イベントって感じで楽しいよ。うちのバーベキューでは毎回そうなの。両親も兄弟も現地集合。バーベキューも舞香ちゃんのお家の恒例行事なの？そう。めったに旅行なんて行かないけど、バーベキューだけは気合入ってるの。うちの家族みんなバーベキューはプロ級だよ。兄弟が多くて楽しそうだね。そう、外でご飯作ってみんなで食べるとすっごく楽しいの。そんな時家族が多くてよかったって思う。いつもは喧嘩ばっかだけどね。私は一人っ子だから羨ましいな。でも今は一人じゃないでしょ。自分も志保もほのかもいる。そうだね。いつも賑やかだし毎日すっごく楽しい。ワイワイバーベキューするともっと楽しいよ。今日は楽しもう。うん、楽しみ。っていうかみんな遅くない？もうすぐ10時になっちゃうよ。連絡してみようか。いや、連絡しなくていい。もし遅れたら置いてっちゃうから。え？そしたら2人でバーベキューだよ。いいじゃん、2人でやけ食いしようよ。ねえ、さっきから気になってたけど、そのクーラーボックスは何が入ってるの？これは後でのお楽しみ。
何何？教えて。うちのバーベキューでは定番のもの。わかった、ラーメンの材料だ。確かにうちではラーメンよく食べるけど、でもさすがにバーベキューでは食べないかな。じゃあなんだろうな。ん？どうした？正解がわかった？違う、見て、ほのかちゃんが走ってきた。よかった、間に合った。ほのか、遅い。まだ10時になってないでしょ。だけど3分前じゃない。バーベキューの時は5分前行動が基本だから。マイカだってレッスンの時はいつもギリギリじゃない。レッスンの時はいいけどバーベキューはダメなの。なんでバーベキューの時だけ厳しいの。マイカちゃんにとってバーベキューは特別みたい。ほのか、まさかバーベキューが嫌なんじゃないでしょうね。とんでもない、すっごい楽しみにしてたよ。リョウだってすごい早い時間に出たし。じゃあどうしてギリギリになったの。それには深い事情があるの。深い事情？事情って何？教えて。私すっごい余裕を持って寮を出たの。そしてバーベキュー楽しみだなって歩いてた。ほのかもバーベキュー楽しみにしてたんだ。当たり前でしょ、歩きながら楽しいバーベキューを想像してたの。そしたら急に心配になっちゃって。何が心配になったの？ほら、バーベキュー場は自然が多いでしょ？だったら虫除けのスプレーがいるよね。私、一応持ってきたけど。それってどんな虫除けスプレー？普通の虫除けスプレーだけど。もしかしたら肌に合わないかもしれない。だからハーブ系天然成分のを買ったの。なるほど、用意周到だね。買ったのはそれだけじゃないよ。まだまだ日差しが強いから日焼け止め、バーベキューで張り切って火傷した時の薬、美味しくて食べ過ぎた時の胃薬、あと楽しくなりすぎてはしゃいで転んだ時の湿布薬と絆創膏。ちょっとストップ、そんなことまで心配しなくていいよ。備えあれば憂いなしって言うでしょ。ってことは買い物しててギリギリになったってこと？他にもいろんな店に行ってきたの。食後に運動するかなと思ってフリスピー買いに行ったり、川で野菜を冷やしたいなと思ってネットを買いに行ったり。ほのかちゃんなりに全力でバーベキューを楽しもうとしてたんだね。そう、そういうこと。まあそういうことならいいけどさ、ギリギリでも間に合ったんだし。それより問題は志保だよ。志保まだ来てないの？10時過ぎちゃったね。連絡もないなんておかしいな。もういい、置いてっちゃおう。待って、連絡してみるよ。アクシデントかもしれないしね。アクシデントならしょうがないけど、もし寝坊なら罰ゲームだな。罰ゲームって何するの？みんなの肉をひたすら焼くとか？そんな楽しいことやらせない。もっと辛いこと、笑顔禁止とか。
志保は普段からあんま笑わないけど。ああ、そっか。じゃあ喋っちゃダメ。志保は普段からあんま喋らないよね。じゃあどうすりゃいいの？何をやらせたら志保は嫌がるの？何か差し入れを買ってくるとか、そういうのでいいんじゃない？いいや、そんなの生ぬるい。バーベキューに遅刻した罪は重いの。そうだ、これはどう？今日一日自分たちの言うことを聞く。召使いになれってこと？そう、何か頼まれたらこう言うの。かしこまりました、ご主人様。それだけはごめんこうむる。あ、志保ちゃん、今電話したのに。スマホを忘れてきた。だから連絡できなかったんだ。志保、どうして遅刻したの？理由は？どうしても言わなきゃダメ。ダメに決まってんでしょ。理由によっちゃ罰ゲームだよ。やむを得ない事情があった。やっぱりそうだったんだ。何かあったの？寝坊。全然やむを得なくない。なんで寝坊してんのよ。志保はバーベキューが嫌なの？嫌か嫌じゃないかで言えば嫌じゃない。むしろ楽しみにしてた。だったら起きれるはずでしょ。寝坊なんてしないよ。それは寝たのが遅かったから。なんで早く寝ないの？ベッドに入ったのは早かった、早かったんだが、そのもしかして遠足の前の日みたいになかなか寝れなかったとか？恥ずかしながら。え？そんなにバーベキューが楽しみだったの？勘違いされがちだが、昔から遠足の前の日は眠れなかった。そして次の日は遅刻する。どうしてそんなに楽しみだったの？理由なんてない。この4人でバーベキューをやれば楽しいに決まってる。志保がそんな風に思ってたなんて意外。まあそういうことならしょうがないけどさ。マイカちゃん嬉しいんでしょ。マイカちゃんがバーベキューやろうって言い出したんだもんね。マイカ、みんな遅れてごめん。いいよいいよ、スマホを忘れてくるくらい慌てて出てきたんでしょ。遅刻のことはきれいさっぱり忘れる。それがいい。なんか偉そうだな。さあ、それじゃあバーベキュー場に出発しよう。さあ、それじゃあバーベキュー場に出発しよう。バーベキュー場はここから近いの？歩いて数分かな。でも途中でスーパーに寄るよ。バーベキューの材料を買うの。調べたらバーベキュー場に何でもあったよ。器具も炭も食材も。ああ、お肉とか野菜が一緒になったバーベキューセットが売ってたね。器具とか炭はレンタルするけど、食材は自分たちで買おうよ。それがバーベキューの楽しみなんだから。確かに一理ある。でも予算は限られてるんだから贅沢なものは買わない。いいね。それじゃあ
まずは野菜から買おう。野菜はいらない。野菜を食べたら肉が食べれなくなる。そんなのダメダメ。肉と野菜をバランスよく食べないと。ねえ、玉ねぎ買わない？いいね、血液がサラサラになるの。トマト好きなんですけど。トマトに含まれるリコピンは強い抗酸化作用があるんだよ。それじゃあナスはどう？ナスにはカリウムが豊富だから体の熱を外に逃がしてくれるんだよ。ほのか、野菜に詳しいね。体にいいことは何でも興味あるから。ちょっと待って、これはバーベキューだよ。体にいいのはもちろん大事だけど、いかに安く満足する食材を買うか、もっと戦略を練って買わないと。玉ねぎとナスは？いいよ、バーベキューには欠かせない野菜だもん。でもそっちのは高いからこっちにしよう。なるべく量があって安いのを買うの。バーベキューって考えたらトマトは変か。食べたかったのに。トマトも安いから買っていいよ。焼き物ばっかりじゃ飽きちゃうでしょ。トマトがあるとさっぱりしていいかも。じゃあモッツァレラチーズは？モッツァレラチーズは高いから却下。カプレーゼにして食べたかったのに。バーベキューにカプレーゼは必要ないから。じゃあかぼちゃと人参は？硬くてなかなか焼けないし、結局こういうのって余るんだよね。アスパラガスはどう？値段の割に量が少ないな。代わりにキャベツにしよう。アスパラガスの代わりがキャベツ？どっちも緑の野菜でしょ。キャベツの方が食べ応えあるし。マイカ、キノコ買ってもいいか？いいね、ホイル焼きにしよっか。じゃ、松茸。バーベキューで松茸って大金持ちじゃないんだから。じゃ、トリュフ。話聞いてた？ホイル焼きならえのきで十分。ねえねえ、ソーセージ買わない？バーベキューといえばソーセージでしょ。だったらこれは？ハーブが入ってて美味しそう。そんなの贅沢。ソーセージはこの安いやつでいいよ。じゃあトウモロコシは？焼きトウモロコシにしようよ。いいね、デザートにしよう。デザートはもう決めてるの。バナナを買おう。え、バーベキューでバナナ？心配しなくて大丈夫。美味しいから任せといて。そりゃ美味しいだろうけど。あっちに安いバナナ売ってたな。ちょっと行ってくる。なんでバーベキューなのにバナナを食べるの？マイカちゃんに何か考えがあるのかも。いや、ただケチってるだけじゃない？買った食材見てみて。玉ねぎとトマトとナス、えのきと安いソーセージ、あとデザートにバナナ。バーベキューにしては地味じゃない？でも予算はあんまりないしね。それにしても節約しすぎ。マイカに任せといたら寂しいバーベキューになるかも。マイカちゃんはバーベキュー上級者だよ。
でもこのままじゃテンション上がんない。ここで問題、バーベキューの主役は何？ん？どうしたの急に。主役はもちろん、あ、肉！ピンポンピンポン、バーベキューといえば肉、肉といえばバーベキュー。我々は毅然とした態度でマイカに要求する。肉だけは、美味しい肉を買おう。そうだよ、それだけは死守しよう。確かにお肉はテンション上がるね。あ、マイカが戻ってきた。シホ、お肉のことをマイカに言って。引き受けよう。安いバナナがあってよかった。どうしたの？みんな深刻な顔して。シホからマイカに話があるの。話？なんだろう。我々は要求する。たとえ値段が高くてもこれだけは譲れない。美味しい肉を買おう。賛成！ほら、ハルナも。マイカちゃん、お肉だけはいいの買わない？お肉は買いません。え、買わない？そんなバカな！どういうこと？お肉は買いません。ちょっと待って、何それ。マイカちゃん、冗談だよね。冗談じゃない、自分は本気だよ。じゃあお肉なしでバーベキューするの？肉がないバーベキューなんて、ケーキのないクリスマスみたいなもの。シホ、うまいこと言った。確かにそうだよね。すっごく寂しいかも。こうなった以上やむを得ない。我々はマイカのバーベキューリーダー辞任を要求する。そうだそうだ、要求する。シホちゃんもほのかちゃんも落ち着いて。ハルナはいいの？お肉なしのバーベキューでもいいの？正直それは嫌だけど。だったら一致団結してマイカから我々のバーベキューを取り戻そう。そうだそうだ、取り戻そう。マイカちゃん、高いお肉じゃなくていいから、やっぱりお肉は買おうよ。出ないとバーベキューが楽しくない。しょうがないな。じゃあお肉を買ってもいいの？いや、お肉は買わない。やっぱり買わないのね。シホ、どうする？交渉決裂、バーベキューは中止。そんな、みんな楽しみにしてたのに。待って、よく聞いて。お肉を買わないっていうのは、この店でお肉を買わないってこと。このお店で？どういうこと？ああ、本当はギリギリまで内緒にしておきたかったけどな。ねえ、これ見て。マイカちゃんが持ってきたクーラーボックスの中？いい？こっそりだよ。なになに？これは！大きな声を出さない。すごく大きなブロック肉。そんなにいいお肉じゃないけどね。でもブロック肉の方が美味しいし割安なの。
ちゃん、これどうしたの？寮の近所のお肉屋さんで買ってきたの。いつも惣菜を買ってるお肉屋さん？揚げたてコロッケのうまい店。そう、みんなでバーベキューやるんだって言ったらすごく安くしてくれたんだ。これでもテンション上がらない？ブロック肉だよ、テンション上がるに決まってるじゃん。これこそバーベキューの主役、しかもアカデミー賞級の主役。こういうの買ってきてるんだったらもっと早く言ってくれればいいのに。後でびっくりさせようと思ったの。マイカはただのケチだと思ってたよ。そりゃ節約は大事だけど、でもそれだけじゃつまんないでしょ。だってせっかくのバーベキューなんだから。意義なし。バーベキューリーダー万歳。忘れてるかもしれないけど、お店の中だよ。しまった、ついテンションが。マイカちゃんも早くお肉を隠して。それじゃ残りの買い物を済ませちゃおう。このお肉があればもう何もいらない。でも飲み物はいるでしょ。あとアルミホイルとか紙のお皿とか。我々はバーベキューリーダー様に従います。お肉の力は偉大だね。買い物も済んだし、いよいよバーベキュー場に出発。うん、あんまり買ってないはずなのに野菜って結構重いね。飲み物も何気に重い。じゃあ野菜と飲み物は私が持つよ。大丈夫？無理しないでね。トレーニングだと思えば楽勝。あ、じゃあ先に行ってるね。荷物両手に持って走ってっちゃった。すごい、ある意味便利。気持ちのいい秋晴れだね。いい天気でよかったよ。でも気をつけた方がいい。突然ゲリラ豪雨になるかもしれない。まさか、雲一つないじゃん。天気予報でも晴れって言ってたよ。私よく外でスケッチするから天気には敏感になっている。私にはわかる。傘持ってきた方が良かったかな。もし雨が降ったら、その時考えよう。はい、それじゃあ今からバーベキューを始めます。待ってました。まずはいろんな準備をします。下ごしらえとかね。包丁できるのが得意な人。え、誰もいないの？得意って言われると途端にプレッシャーが。私はどっちかっていうと苦手。私は完璧に苦手。じゃあ春菜お願い。わかった、頑張る。それじゃあほのかは火を起こすのをお願い。そういうことなら任せといて。わかんなかったら係の人に聞いて。バーベキュー道具をレンタルしたとこにいる人ね。いいや、何が何でも
自力で火を起こす。意地になんなくてもいいのに。志保は何が得意？絵を描くこと以外で。できればバーベキューに関することで。ちょっと考えるから1時間欲しい。いや、野菜を洗って、それが終わったら次の作業をお願いする。かしこまり。あっちに綺麗な川があったよ。できれば水道で洗って。川の方が良くない？バーベキューって感じがして。でも水道の方が清潔だよ。あっちで川遊びしてる人もいるし。マイカは何をするの？自分は全体を見て指示を出す。総指揮ってやつだね。それじゃあ各自作業に取り掛かって。自分と春菜は志保が野菜を洗ってる間にソーセージを切ろうか。どのくらいの大きさに切ったらいい？バーベキューだからなるべく大きい方がいいね。大きいのにかぶりつく方が楽しいでしょ。じゃあこのままでもいいんじゃない？そうだね。火が通りやすいよう切れ目だけ入れよう。野菜洗った。え、もう洗ったの？別に畑から抜いてきたわけじゃないし、スーパーの野菜はもともと綺麗だし。ご苦労様。次はほのかの様子見てきて。かしこまり。あの返事マイブームなのかな。じゃあ次は玉ねぎを切ろうか。玉ねぎか、涙が出るから苦手なんだよね。涙が出ない方法知ってる？もしかして水泳のゴーグルをつけるとか？そんなことしなくても大丈夫。もっとシンプルなこと。涙が出る前に一気に切る。なるほど。それじゃあ行くよ。ゴー。ダメだ、全然うまく火がつかない。ほのか、調子はどう？ママ順調だよ。大丈夫？汗だくだよ。マッチとうちわで火をつけてるからすっごいハード。着火剤とバーナー貸してくれるってあっちに書いてあったけど。なんとなくそういうのに頼りたくなくて負けた気がするっていうか。そういうところ堅くなだよね。マッチで自然につけた人、バーナーと着火剤でつけた人、どっちで焼いた肉の方が美味しいと思う？どっちも美味しいと思う。いや、苦労してつけた火の方が美味しいよ。気持ちの問題でね。よくわかんないな。わかんない人は向こう行ってて、こっちは私一人でやるから。かしこまり。じゃ散歩してこよっと。でも周りの人たちみんなすごく楽に火をつけてる。隣の家族のお父さんも全然汗かいてないし楽しそう。いや、私は負けない。マッチとうちわで火をつけてやる。よし、これでオッケー。だいたい下ごしらえが終わったね。あの大きなお肉はどうするの？あれはあのまま焼くの。その後薄くスライスして食べる。
いいねいいね、すっごい贅沢かも。それじゃあこの辺ざっと片しといて、自分はほのかとしほの様子見てくる。かしこまり。しほの返事が映ってる。あ、マイカ、火起こし順調に終わったよ。お疲れ様、大変だったでしょ。全然平気、楽勝。あ、着火剤使ったんだ。うん、お隣さんにお借りした。やっぱ楽に火をつけた方がいいよね。ところで志保来なかった？さっき来たけどどっか行っちゃった。どこ行ったんだろう。散歩するって言ってたけど。ったく、しょうがないな。マイカちゃん、あっちざっと片付けたよ。ありがとう。自分ちょっと志保を探してくる。春菜はほのかと一緒に切った野菜をお皿に持っておいて。かしこまり。何それ、流行ってんの？しほちゃんの中で流行ってるみたい。いつの間にか映っちゃったよし、それじゃあ切った野菜をお皿に盛ろうか。じゃじゃーん、見て見て、お野菜大きめに切ってみました。いいじゃんいいじゃん。ソーセージはそのままかぶりつくの。バーベキューっぽくていいと思う。でしょでしょ。あ、しまった、トマト切るの忘れてた。トマトも切らなくていいんじゃない。このままかぶりつくの。塩を振ってガブってさ、ワイルドでいいんじゃない。いいけどちょっと行儀悪い気が。そんなの気にしないの、ここはレストランじゃないんだよ。野外なの、バーベキューなの、誰にも遠慮なんていらないよ。でもほら、お隣の家族に見られるでしょ。ちっちゃい子供だっているんだし、教育上良くないんじゃない。トマトを美味しそうに丸かじりすることは教育上良くないことだと思う？そう言われれば確かにそうだけど。多分隣のあの子はトマトが嫌いだね。なんでわかるの？子供なんて大体トマト嫌いだよ。ネットで調べてみて。本当だ、子供の嫌いな野菜で7位。7位か、もっと上位だと思ってたけどな。ちなみに1位は何だと思う？なんだろう、ピーマン？ブブー、ピーマンは5位。高三、教えて。1位はセロリでした。わー、セロリか。で、何の話だっけ？子供はトマトが嫌いだって話。そう。あ、でも隣でお姉さんたちが美味しそうにトマトを丸かじりする。きっと隣の子もトマトが大好きになるよ。確かにそうかもね。じゃあ丸ごとガブッとやっちゃいますか。やっちゃおうやっちゃおう。だから最高に美味しく食べるためにトマトを皮で冷やさない。せっかくネットも買ってきたんだし。でもマイカちゃんが皮はやめた方がいいって。大丈夫だよ、皮で遊んでる人もいないし。せっかく自然の冷蔵庫があるのにもったいない。
でも確かに川で冷やした方が美味しそうだね。絶対美味しいよ。これぞバーベキューの醍醐味でしょ。シホー、どこにいるの？あれ、マイカどうした？どうしたじゃないよ。みんなバーベキューの準備してるのに。だってほのかにいらないって言われたし。こんなところで何してたの？見りゃわかるでしょ、スケッチだよ。スケッチブックなんて持ってきてたんだ。ここはいい場所だよ。綺麗な花とか珍しい生き物とかいっぱいあってついスケッチしたくなる。確かに自然はいっぱいあるね。カラスもいっぱいいるし。食材大丈夫かな。さあ戻るよ。早くしないとお肉全部食べちゃうから。あ、待って。さあ、いよいよ今から食材を焼いていきます。待ってました。まずは肉から行こう。いや、最初は野菜がいいんだって。急激な血糖値の上昇を抑えられて太りにくいらしいよ。ぜひとも野菜から食べよう。あれ、トマトは？実は皮で冷やしてるの。ごめん、どうしても皮で冷やして食べたかったの。まあいいけどさ。それじゃあすぐ取ってきて。行ってきます。じゃあ今のうちにお肉を焼き始めちゃおう。ブロック肉は火が通るまで時間かかるし。それがいい。それじゃ早速。待って、手で持っちゃダメ。どうしてダメなの？生肉にはいろいろ細菌がいるの。それに焼いてるとき手だと困るでしょ。それじゃあどうするの？こんな大きなお肉箸じゃ持てないよ。トングを持ってくるのを忘れたな。自分としたことが。借りられるか聞いてくる。自分が行ってくる。ちょっと待ってて。じゃあどうしようか。私たちで野菜を焼き始める？だね、そうしようか。じゃあまずは玉ねぎから。ん？ほのかが必死に走ってくるぞ。ほんとだ、どうしたんだろう。大変大変、どうしよう。ほのかが必死に走ってくるぞ。ほんとだ、どうしたんだろう。大変大変、どうしよう。どうしたの？ヘビでも出た？それともクマ？そうじゃなくて、トマトが川に流されてた。だって網に入れてたんでしょ。多分カラスの仕業だよ。一つも残ってなかった。あれ、ほのかトマトは？ああ、それがね。あ、あれ見て。どうした？ああ、お肉が、お肉がカラスに持ってかれちゃう。クソ、肉まで奪われてたまるか。
まえる。私たちの肉を取り戻す。ハルナはここで待ってて。わかった。みんな気をつけてね。カラス、林の中に入ってっちゃった。お肉、取り戻せるのかな。おかえり。どうだった？全然ダメ。見失った。やっぱ無理があるよ。あっちは空飛んでんだもん。あとはマイカに期待するしかないね。林の中に突っ込んでいったから。あ、マイカちゃんが戻ってきたよ。マイカ、どうだった？私たちの肉は？ダメだった。もう諦めよう。そんな、トマトに続いてお肉まで。こんなことならもっと肉買ってくればよかった。あれ、今ポツンって。まさか雨が降ってきた？やはり私の言った通りだ。とりあえずこれ全部片付けよう。屋根のあるとこに避難するよ。すごい降ってきた。はあ、片付けが間に合ってよかったね。これからどうする？雨が止むの待って再開する？っていうか、これ止むの？天気予報ではすぐに止むって出てるけど。止んだところで肉はどうする？私たちにはもう肉がない。カラスに奪われたんだよ。踏んだり蹴ったりだね。ごめんね、自分のせいだ。マイカちゃん、どうしてそんなこと言うの？だってブロック肉を買ったのは自分だし、他にお肉は買わなくていいって言ったし、そもそも自分がバーベキューなんて提案したからこんなことになったんだし。それは違うよ。だってみんな楽しみにしてたもん。そうだよ、マイカのせいじゃない。気を使ってくれてありがとう。帰って、なんか美味しいものでも食べに行こう。その前に、ちょっといいか？シホちゃん、どうしたの？スケッチブックなんて持って。せっかくバーベキューに来たんだし、思い出をスケッチしようと思ってね。とりあえず、今の状況を書こうかな。雨宿りしてる絵でいいの？これもいい思い出だよ。はい、書くよ。じっとして。なんか緊張するな。ちょっとそんな暗い顔しないで笑って。笑えって言ったって、雨宿りなんて別に楽しくないし。いいの？このままだと暗い家になっちゃうよ。絵はずっと残るものだし、せめて明るく描いてもらおう。そうだね、思い出の中では笑っていたいもんね。よし、みんな笑おう。志保、可愛く描いてよ。それはどうかな。私はありのままを描くだけ。よし、大体完成。さすが、早いね。あくまでスケッチだから、帰ってから色を塗って仕上げるの。あ、見て、雨が止んで太陽が出てきた。
マイカ、どうする？バーベキューの続きやる？でも、お肉はもうないよ。私たちがバーベキューを楽しみにしてたのは、お肉が食べたいからじゃない。この4人で一緒に楽しみたかったからだよ。その通り！ハルナ、いいこと言うね。それにまだソーセージがある。それじゃあバーベキューの続きやる？やろう！ガンガン野菜を食べよう！今度は本当の笑顔をしほちゃんに描いてもらおう。また雨が降ってきたら、またみんなで雨宿りすればいい。いや、その必要はないよ。自分にいいアイディアがあるの。自分にいいアイディアがあるの。アイディアって何？ここの張り紙、見て。何これ？テント貸し出します？テントを借りるってこと？防水のテントを借りれば、突然の雨も平気じゃない？でも、そんなお金どこにある？このバーベキュー場は、うちでずっと利用してたの。だから自分は割引券を持ってる。安く借りられるってこと？券は何枚かあるから、ただ同然で借りられるよ。マイカちゃんすごい。でも雨が降らなかったら？それでもテントがあれば便利だよ。中は日陰で涼しいし。問題はどうやってテントを張るかだよね。まさか全部自分たちでやるの？そんなの無理だよ。か弱い女の子だけだもん。ちょっと待って、誰か忘れてない？こういう時頼りになる人がいるでしょ。だよね、ほのか。こういうのなら私に任せといて。テントを借りてきたよ。あとはほのか、よろしく。オッケー、みんなにも手伝ってもらうよ。私の指示通りテキパキ動いてね。はい、頑張ります。そこそこ頑張ります。じゃあまずはテントを広げるね。みんな四隅を持って広がって。ほのか、広がったよ。次はこのポールを使って。ポールダンスをするんだね。しほちゃん、変なこと言わない。どうせなら楽しくやった方がいいのに。そのポールを使ってどうするの？このポールでテントをドーム状にするの。この穴にポールを通して、こうやってグイッと曲げる。あ、なんかテントっぽくなってきた。それじゃみんなもやってみて。よいしょっと。これでいいの？おお、いい感じ。それじゃポールとテントを固定して。ほのか、助けて。何これ、全然できてないよ。私文系だから。ちょっとどいてて。ふん、これでよし。ほのか、これでいい？どれどれ、さすがマイカ、バッチリ。やった。よくお父さんを手伝ってたんだよね。くそ、私も褒められたい。じゃあ次の工程に進むよ。地面にペグを打ち込んでテントを固定して。
ペグってどれだろう。フックのついた大きな釘みたいなやつ。あった、これだ。それを金槌で地面に打ち込むの。金槌なんて触ったこともないよ。貸して私がやってあげる。しほちゃんできるの？これくらい余裕っしょ。手を打たないよう気をつけてね。危ない。しほちゃん大丈夫？あー、言わんこっちゃない。怪我した？手を見せて。あれ、なんともなってない。手を打ちそうだったからとっさに手を引いた。すごい、そんなことできるんだ。ほのかに褒められた。嬉しい。そんなことで褒められてどうするの。しほちゃんありがとう。自分で金槌やってみるよ。斜め45度に打ち込むと強度が増すよ。わかった、45度ね。結構うまいじゃない。確かに褒められると嬉しいね。そうでしょ。よし、これでテント完成。やったー、できた。ほとんどほのかにやってもらったけどね。完成したのはいいけど、雨なんて全然降りそうにない。どんどん天気が良くなってきた。うん、暑いくらい。ねえ、隣の家族を見て。子供が寝ちゃってる。ほんとだ、汗かいて暑そう。ちょっと提案なんですが。マイカが隣の家族に話しかけた。もしよかったらこのテントを使いません？とっても涼しいですよ。さあ、いよいよバーベキュー再開。まずどれから焼く？玉ねぎ？ナス？キャベツ？それとも肉？まさかお隣の家族からお肉を分けてもらえるなんて。超ラッキー。マイカがお隣に声をかけてくれたおかげだね。自分は別にお礼が欲しかったわけじゃない。ただ子供が寝苦しそうだなと思って、だから聞いてみたの。自分たちのテントを使いますかって。みんな分かってるよ、お礼目当てで行ったんじゃないってことは。だからこそお隣さんもお肉をくれたんでしょ。しかも高そうなお肉。結果超ラッキー。ま、そういうことね。ね、もうちょっと声を落として。テントの中の子供が起きちゃう。おっと、そうだった。早速肉を焼いちゃう。焼いてみちゃったりする。嬉しすぎてしほちゃんのテンションがおかしい。さっきも言ったでしょ、まずは野菜から。そうだね。それじゃあ玉ねぎとナスから焼いていこうか。焼きまーす。いい匂い。ねえ、これ何をつけて食べるの？まずはただの醤油で食べてみて。え、醤油だけ？騙されたと思って食べてみなよ。はーい、
ネギが焼けたよ。それじゃ醤油でいただきます。どう？美味しい？何これ、めちゃくちゃ美味しい。うん、ただ焼いて醤油をつけただけなのに、なんでこんなに美味しいの？これがバーベキューの不思議なところよ。焼肉のタレもあるよ。ちょうだい、タレでナスを食べてみる。ナスがごちそうに変わった。やっぱり苦労して焼いたから美味しいのかな。いろいろなことがあったし、あとこの美味しい空気と青い空、そしてみんなの笑顔、これが最高の調味料。みんなでワイワイ食べるから美味しいんだね。私、玉ねぎとナスを舐めてた。こんなポテンシャルを秘めてたなんて。キャベツも美味しいよ、食べてみて。あ、子供が起きちゃった。みんながうるさいから。だってしょうがないじゃん。ごめんね、ぐっすり眠れた？皆さんに報告があります。先ほど子供をお隣に送り届けたら、こんな立派な鮭をいただいちゃいました。すごい、どんどん豪華なバーベキューになっていく。いや、断ったんだけどね。でもどうしてもって言うから。ご好意だからありがたくいただこう。そうだよ、こっちも何かお返しすればいいじゃない。で、この立派な鮭はどう食べる？自分に任せといて。まずアルミホイルを敷いて、その上に買ってきたえのきを置く。もしかしてその上に鮭を置くの？ピンポーン。さらにバターと醤油をひとたらし。鮭とえのきのバター醤油ホイル焼き、たまりませんな。さあ、もうできたかな。アルミホイルを開くよ。すごい、おいしそう。じゃあ早速いただきます。なにこれ、めちゃくちゃ美味しい。この料理発明した人連れてきて、その人とハイタッチしたい。ハイタッチなんだ。そろそろソーセージも焼けた頃じゃない？シホ、食べる？私はパス。ソーセージ食べたら肉の感動が薄くなる。勝手にすれば。ほん、ソーセージ最強。やっぱバーベキューといえばソーセージだよね。私マスタードつけようかな。ソーセージ最強でしょ。はあ、もう我慢できない。私にもソーセージちょうだい。どうぞ、暑いから気をつけて。は、暑い、でもおいしい。それじゃあいよいよお肉を焼きますか。よっ、真打ち登場。たまやー。
かそれ違うような。それではただいまよりお肉を焼きたいと思います。それじゃあ春菜よろしく。では私が代表してお肉を網に置かせていただきます。しっかり落ち着いて、春菜ならできる。そこ静粛に。お肉調理開始。いい音色、癒しの音だね。みんな焼き加減はどうする？高い牛肉だからミディアムでもいいかも。私はしっかり焼いてほしい。私はミディアムレアのちょっとレアより。難しいな。はーい、焼き上がったよ。ありがとう。それじゃあ食べよう。いざ実食。おいしい。これすごくいいお肉だよ。ほんとだ、おいしいね。しほちゃん泣いてるの？すごい、肉ってやっぱすごいよ。バーベキューにおける絶対王者。相変わらず大げさだねって言いたいとこだけど、ちょっとわかる。マイカもわかってくれる？私今までお肉が特別好きってわけじゃなかったけど、でもこうやって焼いて食べるお肉は特別かも。みんなをハッピーにするよね。いや、お肉のせいじゃないよ。みんなをハッピーにするのはバーベキューだよ。確かにそれはあるかも。世界中の人とバーベキューをやればハッピーになって戦争もなくなるかもね。国際会議でも懐石料理じゃなくてみんなでバーベキューをやればいいのに。なんだか話が大げさになってる。お肉おいしかった。しほちゃんどうだった？要は満足じゃ。それじゃあ最後はデザートにしよう。そっか、確かバナナ買ってたね。せっかく盛り上がってたのに最後はバナナか。まあそう言わずに皮を剥いてあげるから。春菜待って、皮は剥かなくていいの。皮を剥かずにどうするの？こうするのよ。バナナを皮のまま網に置いた。バナナを焼いてる。もうしばらく待ってね。一体何をするの？さてもうそろそろかな。バナナ真っ黒になっちゃったよ。そう、バナナを皮のまま真っ黒になるまでじっくり焼くの。そうすると中から湯気が出てくる。ほんとだ、皮が破れて湯気が出てきた。そしたらバナナを網から下ろして切れ目を入れて皮を開く。すごい、中はトロトロになってる。この上にシナモンシュガーを振りかけて、はい、バナナのデザートの出来上がり。熱いうちに召し上がれ。
なにこれ、すっごく甘くて美味しい。普通にお店でお金取れるよ。マイカちゃん、すごいの知ってるね。うちのバーベキューの締めは必ずこれなの。チョコチップをかけても美味しいよ。食べてみて。ああ、チョコチップ、最高。お祭りの屋台を思い出す味だね。今日のバーベキューを締めくくる最高のデザートだよ。そうだ、このデザートをお隣にお裾分けしない？お肉のお礼に？いいね。子供はきっと大喜びするでしょう。絶対するね。目に浮かぶ。じゃあ声かけてみるよ。あの、ちょっといいですか？私たちの最高のバーベキュー、少し味わってみません？はあ、美味しかった。大満足。お隣の子供も大喜びだったね。お母さんに家でやってってお願いしてたよ。まったりするのは早いよ。バーベキューはまだ終わってないの。まだ何かあるの？もう食べられないんですけど。そうじゃなくて、後片付けが残ってるでしょ。そうだね、綺麗に元通りにしないと。それじゃあみんなで手分けしてゴミ拾いと洗い物をしよう。はあ、だいたい片付いた。あとはテントを返さないと。ほのか、お願い。わかった。それじゃ協力してテントを解体するよ。ちょっと休憩、疲れた。あと少しじゃない？一気にやっちゃおう。ねえ、あれ見て。お、どうした？あ、すごい綺麗な夕焼け。真っ赤だね。マイカちゃん、ありがとう。急にどうしたの？いや、マイカちゃんが誘ってくれたから。こんな楽しいバーベキューができたんだし、こんな綺麗な夕焼けも見れたし。ほんと、マイカのおかげだよ。トラブルはいっぱいあったけど、でも終わり良ければ全てよしでしょ。それに私は楽しかったよ。トラブルも全部含めて楽しかった。みんなのことが前よりもずっと好きになった。そういう恥ずかしいことよく照れずに言えるね。いいじゃない、こういう時くらい。それに恥ずかしくて顔が真っ赤でも夕焼けのおかげでごまかせるし。なるほど、それはある。自分もみんなが大好き。ああ、マイカも急に告白した。めちゃくちゃ恥ずかしいけどね。でも本当の気持ち。だったら私だって。ついでに私だって。ついでは余計でしょ。最高の思い出だよ。